今日はクッキング動画です。今日は甘いお菓子を作るよ。こんにちは、ももかです。はい、というわけで今回はですね、久々にクッキング動画やっていきたいと思います。イエイ。で、今まででもね、ももかチャンネルではいろいろなお菓子とかを作ってきたんですけども、ちょっとね、ここで一発趣向を変えまして、これから迎える夏に向けて毎月ね、こうダイエット食っていうの、だから糖質少なめなおデザートを作っていけたらいいなと思います。ということで今回一発目は、まあ、ネットや YouTube とかでもたくさんの方がやっている有名なレシピになるんですけど、糖質ほぼゼロわらび餅作っていきたいと思います。まあ多分ね、見たことある人もいると思うんですけど、ちょっと私ね、以前見てからね、ずっと作ってみたいなっていうのがありまして、あと我が家結構なおデブちゃんが一人家にいますので、まあちょっとその方のためにもね、作っていきたいと思います。それでは行ってみよう。それではまず本日使う材料を紹介します。まず1つ目、はい、まずこちら大箱 10g、私はこちらをドラッグストアで買いました。まあこちら大箱またはサイリウムっていうんですけど、こちらとろっともちもちしてくる感じで、まあお腹も膨れるし、食物繊維もいっぱい入っているというやつで、まあダイエットコーナーにね置いてありました。これを使ってわらび餅のプルプル感を出したいと思います。はい、続きましてはこちらラカント小さじ1。まあこちらも定番のダイエットサポート的なお砂糖ですね。自然派素材にこだわったお砂糖ですね。まあカロリーと糖類がゼロってやつですね。これもね、砂糖と同じ甘さらしいです。お水 300cc、 きな粉適量に、ちょっとラカントをね小さじ1くらいこちらにちょっと入れました。まあ、こちら黒蜜はお好みで、まあちょっとダイエットではなくなっちゃうんですけども、お好みでかけたい方は用意してください。以上です。それでは早速作っていきます。それでは作っていきます。まずフライパンに水を入れます。そしたらまずこちらの大箱を入れます。あとラカントも入れます。ちょっと混ぜます。はい、こんな感じで大体混ざったら、弱火でね、わらび餅っぽい粘り気になるまでひたすらかき混ぜます。ちょっとずつとろみが出てきました。おお、結構パタパタしてきてる。はい、こんな感じでね、とろみが出てきたら、バットに移してちょっとね、熱を飛ばします。ではバットに移します。うわー、こんな感じで容器に移したら、ちょっと冷めるまで待って、冷めたら冷蔵庫で冷やします。見てほら、はい、というわけで2時間が経過しました。もうね、先ほどもう冷めた状態で冷蔵庫に入れたって感じですね。こんな感じになりました。パーン、すごくない？見た目超わらび餅じゃない？ほら、もうね、この舌叩いた感じがね、振動を振る舞ってる。はい、ではね、こちらのわらび餅をですね、一口大に切っていきます。これめっちゃくっついてるな、手でやっちゃっていいや。あ、すごい、あ、気持ちいい。あー、いでたパックみたい。え、めっちゃパック、え、めっちゃもちもち、おいしそう。はい、こんな感じ。なんみたい、なんつって。では一口サイズに切ります。あ、歯の入りが素敵。スーッと歯が入りますね。あ、ギコギコしません、もうスーッと。はい、こんな感じで、まあなんとなくなんですけど、一口大に切れました。あ、ところてんみたい。で、こんな感じでバットにちょっときな粉、先ほどのきな粉を広げて、ここにこのわらびを衣みたいな感じでつける感じですね。とりあえず全部一回入れちゃって、めっちゃこのこれをずっと触っていたい、食べないで。久々にスライム触ったみたいだな。
で、わらびをなじます。なじませる、そう、なじませます。まだわらびじゃないのか。美なのか。これから美、わら、美になる。今、わらと美がくっついてます。あ、すごい！めっちゃそうじゃん。めっちゃぽい。これが本当にゼロなのかね。ちょっときな粉少なそうなので、もうちょい足します。はい、できたやつから器に容器に移していきます。うわあ、というわけでわらび餅の完成。めっちゃ美味しそうじゃない。これゼロカロリーですからね、皆さん。それでは早速食べていきたいと思います。じゃあまずは何もつけずにこのままでいきますね。もう見た目普通のわらび餅。いただきます。あ、わらび餅や。でもやっぱり、でも黒蜜かけてないからかな。普通のわらび餅よりこのプルプルの部分がちょっと弾力があるっていうか、歯ごたえがある感じですね。なので多分これ黒蜜かけたら完全にわらび餅だと思います。普通に美味しいし、本当にわらび餅。これが糖質ゼロで普通のわらび餅って神だと思います。本当に。なんかダイエット中に甘いの食べたいなってね、なる方多いと思うんですけど、そういう時はもうこれ作っちゃえばめっちゃいいと思います。もう本当わらび餅の味なので本当におすすめです。これパパにも食べさせたいと思います。チャンネル登録してね。はい、というわけで今回は糖質ほぼゼロのわらび餅作ってみました。いかがだったでしょうか。いや、もう本当にびっくりするぐらいわらび餅で、多分これね、何も言われずに食べたらもうただのわらび餅だと思うと思います。本当に普通のやつより、あのもちもち部分が弾力あるかなってくらいで、でもそれも逆にうち的にはその食感が好きだったのでよかったです。で、すっごい作り方もめちゃめちゃ簡単だったので、すぐにちゃちゃっと作れちゃうおやつだと思うので、ぜひダイエット中でわらび餅好きな方作ってみてください。ぜひ皆さんのお料理の参考になったら嬉しいです。またダイエットレシピとか紹介できたらいいなと思います。それでは皆さん、バイバーイ。よし、父親に食べさせていきます。パパ、Why do I make things complicated?Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.